Ach ja. シオンにとっては里帰りみたいなものなんだよな。ダナに降りてくる前、デネギスでの暮らしはどんなだったんだ。いい思い出はないわね。物心ついた時にはすでにイバラが発言していたし、治療のためと言いつつ、実際は研究対象のようなものだったわ。研究ってそんな。本当よ。どんな条件でイバラが現れるのか、触れた側の影響はどう変わるのか、毎日毎日そんなことの繰り返し。解剖されなかっただけマシかもしれないけど、触れて激痛にのたうって、その後私に向けられる相手の目は怪物を見るかのようだった。自分の意志とは関係なく人を傷つけてしまう存在。そんな絶望しているところに追い打ちをかけるように、破滅の未来を見るようになったの。望みなんて持ちようがなかった。誰とも触れ合えないまま孤独に生きるしかない。生きていてもやがて破滅に飲み込まれる。だからせめて世界を救うために死ねば自分の人生にも意味が見出せるんじゃないかって思うようになったの。すまない、嫌なことを思い出させた。いいの、今はもう違うもの。みんなのためにシオンが死ななければならないというなら、シオンのためにみんなが死んだっていいはずだ。何を言い出すの。そんなこと許されるはずが。もちろん許されないさ。だがただ運が悪かったというだけで、一人が他の全員のために犠牲になるなんてあってはならない。それは結局奴隷が生贄にされるのと変わらないんだ。俺たちの戦いは自分たちだけが助かるためのものでも、世界のために自分たちを犠牲にするものでもない。みんなを守る、世界を救う。ただそこに自分もいなきゃダメなんだ。いや、なるほど。犠牲のない世界のため、あなたの戦いそのものね。俺一人のじゃない、シオン、そしてみんなの戦いだ。みんなで掴む勝利でなきゃいけない。敗者がいてはいけない。今わかった。これはそういう戦いなんだ。敗者がいない。ダナがレナを倒して終わりではないってことね。本当にできると思う。できると信じて命がけでやるんだ。でなきゃ何かを変えるなんて永遠にできない。そうだったわ。そのくらいでなければ未来なんてつかめない。やりましょう、私たちで。レッツゴー。何か問題か。いや、ただ7年ぶりだと思ってね。スルドとしてレネギスを立ってからか。あんたでもやっぱり懐かしくなるのか。私とて人並みの感情はある。とはいえ、君に尋ねたい。レネギスには君の過去もある。行けばそれと向き合うことになるかもしれない。そこに恐れはないか。それは自分が大勢の命を奪った場所だ。ないと言ったら嘘になる。だからって逃げるわけにはいかない。過去は変えようがないが、未来はわからないからな。そうか。デュオハリム失敬した。こんな時にする話でもなかったな。船内の確認を済ませたらまた声をかけてくれたまえ。 OK。 はい。ちょっと見ましょう。ちょっと見ましょう。ちょっと見ましょう。ちょっDoppelgespräch anscheinend. Ne, kite yo, Arfe. Lo, tara sa. Oh, yu na te. Lo, ga, dou ka shita no ka. Kono fune ga ochinai ka kowai n da te. Saisho wa namae tsuke yo nante itte ta kuse ni. Betsu ni kowai to ka sha ne yo. Tada, konna tetsu no katamari mitai na no ga sasae mo naku sura tonderu nante, chotto kurai okashii tte omou daro futsu.
星船ってそういう機械じゃない。私は別におかしいって思わないけど。いや、お前の神経がおかしいんだよ。俺が言うのもなんだが、レナの技術は信頼できると思う。俺が今こうしてここにいるのもある意味そのおかげだしな。そっか、そういえばそうだよね。納得した、ロウ？アルフェンにそう言われちゃ納得するしかねえけど、なんか納得いかねえ。Achso, das ist der Eingang wahrscheinlich. Okay, gibt's aber nichts zu holen. Dann quatschen wir noch mit Kryokammer. Runayoi wa daijoubu ka? So ieba.忘れていたな。ありがたいことに海の上と違って星船はほとんど揺れがない。何よりだ。その装置が気になるのか。どういうものなのかと思ってな。中に人が入るようだが。治療槽だよ。怪我や病気を治してくれる。ああ。もしレネギスで傷を負った時は役に立ちそうだな。アルフェン、どうかしたか。いや、レネギスを脱出するとき、儀式で暴走してボロボロになった俺をネビリがこれに入れた。そのことを少し思い出したんだ。脱出するとき、ということはお前は300年間この中にいたのか。そういうことになるんだろうな。どうして300年も眠り続けたのかはわからない。だが、偶然かどうかはともかく、私はお前が目覚めたのが今の時代でよかったと思っているぞ。どういう意味だ。お前がいなければ私たちはここまで戦い続けることはできなかった。だが何よりメナンシアを出るとき、私が言ったことを覚えているか。共存の夢とは何なのか自分で考え学ぶ必要があると。ああ、だからメナンシアに残らず俺たちについてきた。あの時の私は与えられた理想ではダメだと言いながらも兄さんの願いを叶えなくてはという思いにとらわれていた。兄さんの思い出は大切だが、気づくべき共存は何よりこれから生きる人たちのためのものだと改めて気づいた。そしてそれをメナンシアだけでなくダナ全体に広めたいと私自身が願うようになった。みんなこの旅を通じて学んだことのおかげだ。だからそんな機会をくれたお前には感謝しているんだ、アルフェ。感謝されるにはまだ早いさ。赤い女のこともある。まだまだ気を抜ける状況には程遠い。うん、分かっている。だがどんなことがあろうと私は目をそらすまいと思う。貴様とはいえ、まずは目の前の問題を片付けなければな。Okay. Damit haben wir wieder mit einem gequatscht. Und dann können wir jetzt dup 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 dup.みんな覚悟はいいか。そろそろレネギスに乗り込む準備に入る。その前にレネギスとはどういう場所なのですか、ティオハリム。そういえばちゃんと聞いたことなかったよね。俺も聞いておきたい。俺は大昔のことしか知らないし、そもそも監禁されていたようなものだからな。レネギスはそもそもがダナでスルドブリが行うためのレナの機関拠点だ。それ自体が一つの都市であり、独立した社会を形成している。その社会は一言で言えば序列社会だ。そこでは精霊術の強さが非常に大きな意味を持つ。精霊術の強さで身分が決まるってことか。でもそれって
生まれつきのものじゃないのか。訓練で多少変わるし、それのみで決まるわけでもないが、概ねそうだ。故にスルドやその候補者を多く輩出する家系はどうしても偏るし、そうした血筋は名門とされている。極めて弱い精霊術しか使えないためにダナに降りることが許されなかった下級階層扱いの人々もいるわ。でもそんな彼らでさえダナに対する優越感は強い。覚えておいて。なるほどな。ティオハリムはスルドになるくらいだから序列が高いのは想像がつくけど、シオンはどうなんだ。シオンだって強い精霊術が使えるじゃない。ああ、そうか。精霊術の強さだけなら私も一応上位層に該当するわ。もっともイバラのせいでまともな扱いは受けてこなかったけど、いやー、ボラダにしろ。気にしなくていいわ。あなたの思ったことをすぐ口にできるところは嫌いじゃないから。じゃ、茶化すなよ。あれ、ひょっとしてロー、照れてるの？照れてねえだが、精霊術の強さだけで序列が決まるというのは本当は理不尽だ。人の価値はそれだけで測れるものではないのに。赤い女もレネギスにいるでしょうか。おそらくな。あれだけのことがレネギスで起きたのだ。ペレギオンからレナス・アルマを持ち去ったことと無関係ではあるまい。レナス・アルマがダナの搾取に使われているなら絶対に奪い返す。赤い女にも問い詰めたいことが山ほどあるしな。間もなく到着だ。念のため衝撃に備えたまえ。茨を解く手がかりもきっと見つかる。Na dann. Okay. Wir sind auf Lennigis gelandet. Daremo inai na. Hoshifune douyou.多くの場所が自動化されているからな。それにスルドブリガ以外での利用は異例だ。私たちのことは気づかれているでしょうか。出迎えがないとはいえ警備はいるはずだ。油断すべきではない。なるべくレネギスの人たちと戦わないで済むといいけど。それでこれからどうする。赤い女にしてもレナス・アルマにしても今のところここにあるはずだってだけだろ。どこから探すか当てはあるのか。レネギスには王のみが立ち入ることを許された禁領と呼ばれる区画が存在する。そこへ行くべきだろうな。 OK。 そこに何があるんだ。何があるかわからないから行くのだ。幸いここには王の資格を持つ者がいる、そもそもレネギスほどの巨大な構造物を変形させるにはかなりの力を必要とするはずだ。レナス・アルマを使った可能性が高いということかしら。そうだ。アルフェンの記憶によればレナス・アルマは300年前の儀式でも使われた。儀式の目的が何であれ、もしそれが今進行しているものと同じならレナス・アルマは同じ場所にあるかもしれない。赤い女と共にだが、レネギスのどの居住区にもそれらしい場所はない。となれば普段立ち入ることのできない区画だろうということですね。そういうことだ。しかし俺が王にされたのは300年以上前の話なんだ。俺がいたところで入れるとは限らないぞ。行ってみないことにはわからないのだし、可能性があるなら
試してみるべきだと思うわ。そうだよ、シオンの茨のことだって何かわかるかもしれないし。わかった、どの道手がかりはそれしかない。その金量に行ってみよう。Na dann, mit dir zurückgekehrt, okay. あの壁の向こうにレナ人の町がある。かつてシオンやデュオハリムが暮らしていた町、一体どんなところなんだろう。